3日目を終えて船足の仕上がりはどうでしょうか。うん、そうですね。まあバランス取れて、まあ中堅ぐらいですね。具体的に気に入っている部分っていうのはありますか。うん、特にここっていうところはないんですけどね。バランス取れてるって感じですね。明日の調整は何を考えていますか。うん、もう少しあの出足関係が欲しいかなと思うんでね、出足よりにちょっとあの調整したいと思います。それではスタートの見え方はどうでしょうか。 うんだいぶ、あのー、いいところで揃っていると思うんですけどねそれでは最後にファンの皆さんに一言、よろしくお願いします、はいえー、優秀できるようにベストを尽くします 3>, 3日目を終えて、船足の仕上がりはいかがでしょうかグリップ感中心に、はい、バランス取れてきたと思います調整はどのあたりを考えていますかもうグリップ感と軽快さの,あのバランス取る感じで、はい、調整したいと思います。 優勝戦は2コースからですがコース取り含めて何か考えはありますでしょうかそうですねあの2コースからいきたいと思いますスローのスタートの見え方っていうのはどうでしょうかはい合ってますそれでは最後にファンの皆さんに一言よろしくお願いしますはい、えー、優勝を目指して頑張ります3日目を終えて船橋の仕上がりはどうでしょうかそうですねまあ仕上がりね良くなってますはい 具体的にどこが気に入っているっていう部分はありますかそうですね、息足とターンの後の後立ち上がりがりいいですね、はい、明日に向けての調整は、どのあたりを考えていますかそうですね、まあ、天気と相談して、プロペラ中心にやりたいと思います、はい、明日優勝戦、3号艇となりましたが、コース取り含めて、何かか考えはありますかそうですね、センターから重いていきたいですね。はい それではスタートの見え方はどうでしょうか。勘とは合ってます。はい。では最後にファンの皆さんに一言よろしくお願いします。そうですね。優勝してくれますのでよろしくお願いします。三日目を終えて船足の仕上がりはいかがでしょうか。まあ普通ですね。気になるところはありませんか。まあたまに回ってからが全然あかんからそれだけちょっと調整したいと思います。 さらに上積みを狙いたい部分っていうのはそこですかそうですね、はい。調整は何も考えてますかまあ一応ロプロペラだけやろうと思います。それでは優勝戦、えー、4コースからですが、コース取り含めて何か考えはありますでしょうかちょっとね、篠崎君のピストマラリーがいいんで、まあ、持てば4コースからき行きたいです。それではスタートの見え方はどうでしょうかまあまあ決まってると思います。 それでは最後にファンの皆さんに一言よろしくお願いします。はい、展開あれば入りたいと思います。応援お願いします。三日目を終えて、船足の仕上がりはいかがでしょうか。えっと、今日は。良かったと思います。はい。具体的にどこが良かったですか。まあ、バランス取れて、はい、全部ですね。はい。さらに、どこが上積みが欲しい部分っていうものはありますか。いや、回転の上がりがちょっと。今日悪かったんで、はい、そこだけです、ね。 明日に向けててのの調整はどのあたりを考えていますか、まあ、プロペラーだけですね。はい、優勝戦は5号艇となりますがコース取り含めて何か考えはありますかばっちりいったらピット離れすごい飛ぶのであのスローも考えて、はい、1個でも打ちを。はい、ではスタートの見え方はどうでしょうか。まあ難しいんですけどまあぼちぼちですね一定身ぐらいではい。 それでは最後にファンの皆さんに一言よろしくお願いします。はい、えー、優勝を目指して頑張ります。お願いします。一回目を終えて、船足の仕上がりはどうでしょうか。まあ、だめですね。えー、はい、特に気になるところっていうのはどこですか。まあ、出足がもうないですね。はい。では、その上積みを狙いたい部分っていうのはそこですか。うん、も、ま、う、あ、ずっとやってるんですけど、もうセーブやり尽くしたんで、はい、もう現状いっぱいですね。はい。 明日に向けての調整はどうされますかもう開き直って、はい、もう別に何もしません、もうペラだけちょっとやって、はい、それでは優勝戦、6号艇となりますが、コース取り含めて何か考えはありますでしょうかえーっとね、前づきは100%ないです、6、はい、コースから思い切ってスタートいくだけです。はい、それではダッシュ、スタートの見え方、どうでしょうかうーん、まあ、それなりじゃないですかね。はい では、最後にファンの皆さんに一言よろしくお願いします。はい、乗ったからには、まあ、最後まで一生懸命諦めずに走ります。応援よろしくお願いします。